こんにちは、はるかねです。今日はこちら、おびつ製作所から発売されているおびつ11というね、小さな手のひらサイズのお人形の学ランというタイプのね、学生服を作っていこうと思います。で、何回かね、撮影して作ってみたんですけれども、どうしてもね、このクラムジというのはこのボンドがね、白浮きが目立ってしまって、ちゃんとね、こうまともなものに作り上げられないというかね、もうこういう部分とかね、ちょっとこのね、ズボンの股のところにね、こう白いシミがあるのはあんまりよろしくないのでっていうわけで、今回はね、ちょっと針と糸を使って手縫いで作っていきたいと思います。そして株式会社コニシから発売されている布用ボンド裁縫上手も使っていきます。こちらは 2mm のね、ホットフィックスで、最後ね、ジャケットのボタンに使います。で、ハサミとコットン 100% の黒のね、無地と針と糸を使って作っていきたいと思います。まずはズボンから作っていきます。2つを合わせて 1cm から 2cm ぐらいまで、こうね、カーブで切っていきます。こっちも 1cm から 2cm までをカーブで切っていきます。だいたい 4cm いかないぐらいにして、先にね、裾を止めてしまいます。裁縫上手で。そしたらこのね、折り返した方が両方とも外に来るようにね、こう綺麗な方が中に来るように、中表にして合わせて、ここをね、少しだけボンドで薄くね、1ミリほど外側をボンドで留めて、その中を縫っていきます。そしたら開いて、こちら側ね、内側に折り込んだ方に向けて、ウエストの部分もこう折り込んで端処理していきます。そしたら次にこちら側をまたね、少しだけボンドつけて縫っていきます。ズボンのね、太さを決めていきます。そしたらまたね、少し薄く端っこだけボンドをつけて留めていって、その上から縫っていきます。
い、これでズボン完成です。まあ少しね、縫うとこういう風にね、白いシミが変なところにできたりしないのでいいと思います。はい、こんな感じでズボンは完成です。じゃあ次ジャケットを作っていきます。まずね、袖の方端折りしていきます。次にね、この前身頃の方も端折りしていきます。で、前身頃のね、ボンドが落ち着いたら、後ろ身頃に対してこうね、端折りした側が上に来るようにして、こちらの端を合わせます。で、こちらもよいしょ、端処理した側が上に来るようにして、こちらの端を合わせて持ちます。そしてこっからね、だいたい1センチぐらいからこの半分の半ばまでをこう山型にカットしていきます。真ん中も首穴ね、開けておきます。そして少しね、ここかぶってしまうので、これもね切っておきます。次にね、この袖ぐりを切っていきます。だいたいこっから5ミリぐらいからここ2センチぐらいまで、1.5 から2センチいかないぐらいですかね。こういう感じでカットします。そしたらこの肩の部分をね、縫っていきます。そしたらほつれ止めにね、ここに少しボンド塗っておきます。そして乾かします。で、肩の部分がね落ち着いたら開いて、でこうね、縫い目がない方にこちらの袖をくっつけていくんですけれども、こちらの処理した方を上側向けて、中が内側がね、お互いに表になるように中表にこういう風に縫っていきます。後でね、で袖を切って長さ調節していくので、少しはみ出た状態から縫っていきます。したらね、縫えたらまたね、ほつれ止めにこちらにボンドを塗っていきます。で、両方ね、袖を縫い付けたらこういう風に中表に折って、袖をね
切っていきます。型でしっかり合わせて、サイドも合わせて、袖のね、袖口のこう斜めになったりしないように袖口を合わせて、そしてこのラインで切っていきます。だいたい 1.5 センチから2センチぐらいですかね。そしたらまた縫ってからボンドを縫っていきます。乾いたら裏返します。そしたら次にこのね、脇の下の部分をベタッとくっつけてしまいます。で、ボンドがね、落ち着いたら、この裾の長さを合わせて、裾を端処理していきます。次に襟のね、端処理をしていきます。そしたら襟をつけていきます。ここね、端でしっかり留めて、こっちの端もしっかりね、こうグッと合わせた状態で、ここね、今5ミリぐらいしか空いてないんですけれども、だいたい1センチぐらい空くように切っていきます。この状態だと 2,3 ミリカットしていく形になります。そしてね、襟ぐりを切れたら、先ほどね、片方だけ端処理した襟を表側に対してこうね、襟を下向きに縫い付けていきます。で、最終的にね、こちら側へこう折って、こういう形の襟になります。で、ここね、少し掛け合わせの部分だけ開けて、こういうずらした状態で縫っていきます。ある程度ね、端が分かったら、少しオーバーした状態でカットして端処理していきます。襟がね、こう縫えたら、襟を起こしてこういう形でね、縫っていきます。で、この時ね、できるだけこちら側には縫い目が出ないように頑張って縫っていきます。
ホットフィックスをねつけていきます。今回はねセリアで買ったコクースのマジックテープを使っています。で、文房具のね両面テープでも代用できると思います。こちらがね布用ボンドのみで作ったもので、こちらが塗ったものです。でこうやってね見比べるともう照りがねやっぱり全然違いますよね。首元とかね肩のラインとかね脇の下もね、やっぱり手で塗った方が綺麗ですね。はい、これで完成です。やっぱりね黒のね無地の生地っていうのはねもう本当に布用ボンドは全く向きませんね。まあ紺色とかね濃い色の生地も向かないんですけども、真っ黒は最悪ですね。なのでぜひまあ、そんなにね長い距離縫うこともないと思うので、オビツ11だったらねちょこちょこっと縫うだけなので、ぜひ手縫いで頑張ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録と、あとお友達へのシェア、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。